大五郎。ほどなく剣士役が到着しよう。しかし父は上位に逆らって、ここから逃れ出る覚悟ぞ。介錯に拝み一族の恨みを晴らし、受けた恥辱を注ぐため指導を捨て、冥府魔道に生きる鬼となるのだ。よく聞け大五郎。これからの父は地と屍の道、炸裂と非常の四角道をたどる。四角道をたどることによってこそ、介錯人拝み一族が受けた帰国の恨みを、四角人柳生一族に叩きつけることができるのだ。大五郎、己の道は己で選ぶがよい。さあ、ここに胴狸と手まりがある。胴狸を選ばば父と共に四角堂、手まりを選ばば亡き母のいる黄泉の国へ送ってやる。無論お前には何もわかるまい。父の言葉も、これから起こることも。しかしお前の五体に流れる拝み一族の血が、必ずやそれを決めてくれよ。さあ選ぶのだ大五郎。そうか、胴狸。亡き母のもとへ行った方がお前には幸せであろうが、不憫なやつ、子連れ刺客か。よいな大五郎、それが我らの宿命ぞ。小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。しとしとぴっちゃん、しとぴっちゃん、しとぴっちゃん、涙隠して人を切る。帰りゃいいが帰らんときゃ、この子も雨ん中骨になる。この子も雨ん中骨になる。ああ大五郎、まだだ隠して人を切る。帰りゃいいが帰らんときゃ、
この子も風の中土になる。この子も風の中土になる。ああ大五郎まだ三つ。6つ目の朝、霜が降りた。季節の変わり目を告げる別れ霜が。パキパキピキンコパキピンコパキピンコ、雨風凍って別れ霜。涙隠して人を切る。帰りゃいいが帰らんときゃ。この子も霜の中凍え死ぬ。この子も霜の中凍え死ぬ。ああ大五郎まあ